三尾型潜水艦 s s c ング、O クラスは北朝鮮が開発、運用する全長35メートルの小型通常動力型潜水艦。約40隻程度保有されているとされる。三尾は朝鮮語でサメを意味する。融合型潜水艇と同様に沿岸域での紹介、工作員の先搬入、回収、情報収集を主任務とする。公用性は低く、 2から三日程度の航海が限度であるが、遊具型と異なりベッドや便所があったため、ある程度長期間の航海も考慮されているようである。機密保持用に自爆装置が備え付けられているが、後日の浸透時にはうまく作動せず、多くの機密情報が韓国側に渡っている。武装として艦首に二門か四門の魚雷発射管を装備しているが、予備魚雷用のスペースはなく、 水中で工作員を放出するためのハッチが追加されていた。若干の物資と6から10名程度の工作員を輸送可能。工作員輸送専用に改造したものを P-4 と故障するという。北朝鮮北東沿岸の環境北道寄気を清津市に重点的に配備され、韓国への工作員の放出、回収を行っていると考えられる。 1996年には韓国潜入中の山を、ガタ一石が事故で座礁し、韓国軍に露隔されている。その際の艦は現在、館温度高梁市安、ツザト海岸に展示されている。このほか、2004年1月に2隻の山を方が、韓国領海に侵入し、数日にわたって活動したことが発表されている。ありがとうございます。